これって。なんてこった。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を中東兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ。解散。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください、私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし行くぞ。おう。状況は、先遣班はどうなっているんだ。アルミンとはまとまって行動した方がいいな。
街中に巨人が入り込んでいる。くそ、俺たちで倒すぞ。私も行く。救援要請か。仕上がれ。頼むぞ。落ちろ。了解。分かった。駆逐してやる。やった。しっかりしろ。訓練を思い出せ。すまない、我々も一緒に戦おう。大変だ。早めに補給しないと危険だよ。討伐数追加。私も行こう。やってやる。もう動くなよ。やってやる。了解了。
急いで行かねえと。 ミーナたちがいるはずだ。本部のある方向だ。ミーナたちと合流して、ついでに補給を済ませよう。助かった。やってやる。 奴らをどうにかしねえと呼吸ができねえぞ。やつらが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。どうだ。やった。ドーバッツ追加。 救援要請か。 俺たちで食い止めるぞ。
水陣にしては十分な戦果だよな。やった！やった！どうだ！もっと駆逐してやる！物のお出ましか。気をつけるんだエレン。総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる！待って、よくも通らせろ！やめて、やめてください！
で俺たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ、避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。狙う。別の飛行士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。
さっさと中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。味方が苦戦している。行かないと。しのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。狙う。何？おい待て、アッカーマン。見られるのは勝者だけ。潰す。この世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。
私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい、くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる、死んでたまるか。俺たちも行こう。待て、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。もう一押し、邪魔しないで、蹴散らして次、救援要請。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。潰す、もう一押し。このままじゃもう次、邪魔しないで、かっさばいてる。次、本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。わかった、みんなやるぞ。ダメ、もう一押し、本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくら味方でも無茶だよ。潰す、救援要請確認、向かいます。分かった、もう終わりだ。生きられるのは勝者だけ。
部を奪還するんだ。本部？やってみるか。みんな行こうぜ。狙う。もう一足。ここで死ぬのか。もう一足。やったぞ。感謝する。ついてきてほしい。私も行こう。様の恐ろしさ見せてやるぜ。巨人なんて怖くないぞ。了解だ。分かったぜ。俺たちはみんな食われちまうんだ。本部奪還作戦を決行中なんだ。本気なの？分かった。みんな行きましょう。次、落ちた。
ければ協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。うん、よし、みんな本部を取り返そう。なければ勝てない。カッサバイディ、もう一押し。俺だってやってやるぞ。人類の底力を見せてやる。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつも見たら冷静じゃない。このままじゃいずれ。ミカサ、この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさいエル、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわー！人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。